皆さんこんにちは。1000円オリパー2個開封します。まあ合計2000円ですね。はい、ブロックです。久しぶりのブロック。そしてまず1000円から取り出します。1000円オリパーの、まあ、ビクトリーですね。ちょっと傷ありますけど、はい、ブルースですね。はい、ブルースが来ました。ビクトリーブルース。まあ、こいつ結構強かったですね、効果読んだら。はい、続いて、まあ、4つのブロックの側面側から取り出してやっていきますね。はい、まあ、この店結構適当なんで、あんまりいいカード置いてないかもしれないですけど、マックス。はい、これあれですね、オメガのやつですね。オメガクライマックスの、はい、アスラ羅刹。では開けていきましょう。開けていくっていうか、まあ、紹介していきましょう。まず1個目。はい、結構量がね、なんかね、ちょっとやばい感じになっちゃってんで、はい、ちょっと段々的にちょっとやっていきますね。全部紹介。はい、では1000円元取れてるか。グリルマン、ナチュラルトラップ、アマテラス。え、結構いいな。ひらめきプログラム、ギル。え、どんどん吸い込むナウが入ってます。ホイールだけど、すごい。アクアサーファー、1000円のパックですよ、これ。1000円でこれですね。出雲ですね。ホイールだけど。ホダマンマ、ベガ。あ、キャンペーンのガイアルゼロです。まあ一応ホイールになってからちょっと違和感。まあ元からあれだったけど。はい、パワードミラー、ライプニッツ。ここら最近っすね。フロンスパイラル。ガンバランダー。これは嬉しいんじゃない、子供に。すごい。なんか古いのでわかんないのもあるけど。パワードミラー、パワードミラー、ロココ。温泉無敵タイムが入ってます。フラスコビーカー、閃光のフラッシュ。ヒーローラッシュ。ライヤー。ノースグランデ、エナジーフォーメーション。ブレイブタイフーン。森のガンバレット。レイジングバンブー、フェアリーサイクロン。すんげえ古い、なんかボロボロだし。バケットバケット、ほとんどがボロいっすね。まあ、はい、まだあります。はい、鬼ビルダーのゴーが入ってます。これあれですね、デッキビルダーについてくるやつ。これ1000円でつけちゃまずいと思いましたね、正直な話。お、バトクロスバトルじゃん。え、外務層、土英雄外務層が入ってます。はい、クリーチャー。これ何のホイールだっけ、あれだっけ、ガイアルのやつ。え、逆転プリンセスプリンのレアです。はい、モードチェンジ。え、すげえ。ポッパルピア、デッドリアブ、エリメディチェーン。ここどこ、これ、紹介しきるかな、二つ。まあ、いろいろコメントください。あの、元取れてますとか、まあ、なんか、いろいろどうこう。紹介しきれるかな、ちょっと早めにやっちゃうんで、はい。あ、お茶ピー入ってますね。ファーストショット。まあ、微妙ですね、ファーストショット。スーパーがあるから。レイジングサックス。あ、ザッ、え?メタルコック。おぉ、爆炎シューター、マッカラン、マッカランさんが入ってます。すごいな、このパック。1000円とは思えない。カツ丼やってるで。あ、ヤコー、これ、あれですね。ドラ、お、また来ました。ヤコー、あれですね。あれの。おぉ、グリエンモルトの、これ、ガム版のやつだ。あれ、ガム版だっけ?ぶっ飛べサイキック。じゃじゃーん。おい、天守閣入ってます。1000円で天守閣は嬉しい。これは、シューターマッカラン、やばい。これは嬉しい。メテオチャージャー。熱血トレーニング。普通に1000円超えてないこれ。これ当たりパックですね。はい、まだあります。どんだけあるんだよっていう。ちなみにまだこれ1パック目ですからね。はい、
ちょっと全部紹介しきれないからもう一回動画撮りたいんですけど、まああんまりパート2パート3ってやっちゃうとあれなんで、まあ次のも紹介しちゃいますね。はい、まあ、ちょっと長めの動画になるかもしれないけど、ちょっとそれをお楽しみください。雨の音で癒されると思うんで、はい、今日はノー編集で動画上げております。まあたまにはこういう動画もいいでしょう。いやもうどん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 ロストチャージや。ちょっと待って、これ量が多すぎてダメだ。こうやってやっていかないと次の動画に間に合わん。さすがに、あ、ウルボロフ入ってます。ちょっとさすがにちょっと時間がやばい。ちょっとこんな感じでちょっと紹介しますが、すいませんね。なんかベリレアも入ってました、古いやつ。ソーラーレイ、ここら辺はなんか在庫処分っぽいけど、すいませんね、こんな紹介で。はい、ちょっと次の動画も撮らないといけないんで、はい、あー、やっぱパート2に分けます。すいません、こちらこちらでやっぱ撮ります。もう6分超えてるんで、はい、ちょっとやっぱやめました。ちょっとパート2でゆっくり動画撮った方がいいわ。あ、パート3ぐらいになっちゃうけど、はい、ってことでブルースが手に入って、外務層とバトクロスと鬼ビルダー、ここら辺はすごかったですね。あとなんか見た感じではマッカランと、あとアクア、あ、どんどん吸い込むナウムホイールと、アクアフラッシュとかなんだとかいろいろありました。はい、あ、まあパート2をお楽しみください。今度はチャンピオンの方ですね。